はい、こんにちは。今日から俺は YouTuber サインジムの鈴木健一郎です。今日はあの膝板で有名なグルコサミンの皆さんがあのグルコサミンを買ったつもりがオルニチンをが家に届いたということで、今日はあの膝に痛い、膝が痛い野村さんでも練習できる練習メニューをご紹介したいと思います。お願いします。お願いします。はい、その後ろ、こっち側から行きますか。お願いします。じゃあ、おいジャブ。立ってる時よりも手をっていうか肩を回して手が伸びる感じがよく自分でわかると思います。いや、じゃあこれに慣れてきましたら次はバランスボールを使ってちょっとやってもらいますんで、このバランスボールと椅子の違いもあってグルコサミンさんにちょっと教えてもらおうと思います。はい、じゃあすワンツーさん、今の感想をお願いします。はい、バランスボールやとちょっとこれね、椅子の場合ここから行こうと思ったらこけてしまうんですけど、バランスボールやとこう膝を動かしたりこう体重が移動して前に行こうと思ったら行くんですけど、その時立ってる時やとこう踏ん張って打ってる気にはなるんですけど、バランスボールやと踏み込みっていうか耐えられへんので、あ、当たってるけど自分で体が浮いてるとか体重が乗ってないっていうのが分かるんで、距離感とかこう肩が回ってへんで体だけ前行ってるとかいうのが分かりやすいんで、僕の意見としては初心者の人がやる方が最初にやっといた方がいいんじゃないかと思いました。以上です。ありがとうございます。そんなもん野村さんなんですけど、ギャツビーのデオドラントスプレーをコールドスプレーと思って振りかけたら以上です。ありがとう。